Q&A の時間だよ。やっとありました。ジュレ西山の番でございます。ようこそ。今日は、まあ、当然哲也はいないんですけども、はい、また全員で集まってワイヤーワイヤー言いたいと思います。ワイヤーマジ暑な夏がやってまいりました。暑いです。暑い夏なあ、やばいな今年の夏。暑い、もう暑いな、ね、もう今日しっとりしっとりしながら喋りたいと思います。はい、あ、近いところで行くと、はい、今週あのお祭り、池田公園のお祭りがありまして、はい、パンジャーボンバーズ参加させていただきます。はい、16日海の日と17日火曜日、うん、この2日間池田公園夏祭り、はい、うん、ゲームコーナー担当と、あとは夜になりましたらばまた櫓の上に上がらせていただいて、はい、最低満開音頭を歌い踊りたいと思います。はい、ぜひ皆様お越しください。はい、で夏ということでですね、最近ちょっとテレビでもよく見かけるようになっちゃった、はい、なんか映っちゃったみたいなさ、怖いな怖いな、ちょっとあれ怖い、ヒュードロドロ的なことね、季節ですよね。あとこの間ね、はい、あの近藤博之さんがね、はいはいはい、10頭目100円していただいております。こんちゃんがなんか不思議体験したっていうの聞きました ね、我々ね。あ、そうでしたね。これはね、あの本人が話さないと面白くない、ね、呼べばよかった。そうだ、ね、いつかそんな機会をちょっと ね、お呼びして、ね、皆さんに直接お話ししていただきたいなと思っておりますが、はい、そんなこんなで、うん、我々もあのそこそこね長い年月生きてきておりますので、うんうん、いろんな経験をしてるんじゃないかと、うん、そんな ね、お話を今日は聞きたいなと思っていますよ。でもあのね、あの超怖い心霊系はね、私が本当超ビビリでね私が本当 NG だからね、はい、本気で怖いのはやめて。本気で怖いのはね、ここ誰か来るのも怖いし、ね、集まってきちゃうと怖いから ね、あの程よい感じの不思議体験頂戴したいと思います。はいはい、で、みんなまあいろいろあるみたいなんですけど、はい、誰から行くっつって全然こう私からみたいなのがなかったから、うん、じゃんけんで決めました。はい、決まってます。一番勝ったの西山です。はい、まず、あ、そうなんで、うん、はい、私の経験はまあ本当にちっちゃい頃の話なんですけど、小6の時にね UFO を見ました。 UFO？ うん、あの住宅に住んでたんだけど、周りすごいちびっ子がいっぱい住んでて、うん、私もちびっ子なんだけど、ほ、うん、いでなんか飛んでるよって言って私を呼びに来てくれて、うん、え、何何って言って、で外へ行ってで、うん、まあその住宅のエリアからね、ちょっと隣が大学があったんですけど、うん、なんか見たらね、橙色のね、平べったいね、棒みたいなやつがね、2基。2基？はい、1個じゃない。昼間だよね。全然カーカーと明るい時間で。でね、もう子供ながらにね、全員、うん、UFO って言葉は分かってんの。うん、でも、疑う心も持ってんの。うん、でもタコじゃないとか、あれはタコじゃないとかってみんなすごい疑って見てるんだけど、なんかふわふわっとあまり動かずにいたやつがもうね、糸があったら絶対あんな風に動かないでしょっていう動きをねするの、シュン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 って。結構早いの？うん、早かったりデュワーって動いたりで、ふわふわってしてたなと思ったらクロス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 、すごい長い時間もうずっと見えてるから、UFO じゃね UFO じゃねって言ってUFO でしたね。あれは UFO だと思う。子供たち大勢で見ましたんでね。本当。ところがその時は写真とかはないもんだ。ないね。そうだ、フィルムだし、そもそも時代的にフィルムだし撮れない。で、それの影響かわかんないんだけど、なんかあのデジャブ現象はすごく多くて、うん、中高の頃、うん、やたらそういうのがあった。あと1回だけ中2の時なんですけど、長くなっちゃうけど、授業、同じ授業をね2回受けたことがありましたね。え、保健体育の授業だったんだけど、先生が来て、今こんな先生いたら問題になっちゃうのかもしれないけど、今日わしゃ疲れたから自習やってくれっつって、うん、なんか問題集とかあったでしょ、うんうん、でそれの3ページやってくれって言って、うん、でみんなでこう相談してもええぞみたいな、教科書見ていいぞって言って、とにかく埋めろみたいな、うん、穴埋めのやつでね。で7大郊外かな、大気汚染とかさ、うん、なんかこう悪臭とか、うん、そういったもののページでした、うん、でそれを結構まあ1ページって言ってもぎゅうぎゅうに問題があって、うん、みんなで あれじゃねこれじゃねって言って埋めたのね、うん、で終わりました、うん、で次の週になりました、うん、そしたら先生が来て、今日わしは疲れたから受注やってくれっつって、うん、問題集3ページやってくれって言いまして、うん、で開きました、うん、そしたら7大郊外ね、うん、おおってなって、
で私一人、あれこれもうやったじゃんと思って、うんうん、で一回教科書とか見て友達と相談し合って書くとさ、うん、当然脳に残るでしょ、はいはいはい、ね。で周りの子はでもこれじゃねえあれじゃねえってまた同じ会話をして一生懸命教科書調べたりとかしてんだけど、私もう一度書いてるからもう何も見なくても当然書けるわけよ。えって書いてないの？私は書いてなかったんでも確かに真っ白。えすごい。だけど周りはもうその1時間の授業をずっとフルで使うぐらいやったんだけど、私はもう一度書いてるからもうものの10分もかかんないうちにちゃ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 って、あれこの問題やったけどなこれやってないって、え何言ってんのやってないよみたいな、そういう会話があって、なんで本当にそういう経験があった。タイムリープ、で高校ぐらいになった時に時をかける少女原田知世さんのね、映画を見て、あ私はあの時時をかけたんだなって思ったっていう話。そうか、映画が後なんだ。そうそう、すごいな。なるほどなるほど、違うことで時をかけた、よくあるってこと、うん、そうだね、普通に授業を2回受けるそういう経験でございます。すごいすごい、面白い面白い、それは不思議だった。すごいね、不思議だ。2番手さん、はい、藤谷です。はい、お願いします。そんな不思議っていうか、まあ、リアルなんでっていう話なんだけど、最近名古屋に越してきてから自転車移動をするようになりまして、うん、いっつも同じ交差点なんだけれども、こう信号待ち、自転車の信号待ちしてると荷台の後ろの荷台のところにね、人が座るんですよ、知らない人が。怖すぎるなんでこれリアル生きてる人てだよ、ね、リアル不審者生きてると思いたいけどね。あーなるほど、同じ人じゃないんじゃない、毎回これ3回あったんだけど、3回もおじさん、おばさん、おじさんで3回あったんだけど、変な人が多いな。毎回同じ交差点で座られるの。座ってくださいって書いてあるじゃん実は後ろに、それ座、何も言わずに座って、何も言わずに立っていく、うん、あの信号が青になると早く行ってとか言われる。ええ乗っけてってってこと。そういやいやいやってこれタクシーと間違われて、生きてる人だよね、大丈夫だよね、ただの変な人です。わかんない、ちょっとこれ不思議体験なんです。なんかそういう人背負ってるんやろうな。あーなるほどね、うん、乗ってきっていう守護霊が、うんうん、いる。いいよいいよ、そういうことなの、うん、でねや、ちょっとお祓い行ってくるわまたあるかもしれない、ね、リアルだね、すごいね、リアル、リアルに怖い、そっちなんだ納得してしまった、はい、次私ですね、はい、しんちゃん、はい、ちょっとだけ怖い話ですけど、あんまりそんな僕自身が不思議な体験っていうのがそんなないもんだから、うん、一回、役者の仕事で全国回りをこう毎年していたことがあって、とある時にその大阪のホテルに1週間泊まってた時があって、うん、で泊まった初日の時にですね、これ僕自身が体験したことじゃないんだけど、一緒に行ったチームの人が、その人はもう年配の人で丸坊主の人なんですよ、うん、で、部屋にチェックインして、でおトイレです、ユニットバスのところにドア開けたら髪の毛、長い髪の毛がなんか割と落ちてて、うんうんうん、あ、俺ちゃんと掃除しとけよって言って、こうね、ちゃんと綺麗にして、でみんなで飯食いに行って、で帰ってきたらまた落ちてるんです。怖えーえって長い髪が、長い髪が掃除したのに、うん、掃除したのに、でもさすがにホテルの人呼んで、ちょっと気味が悪いから部屋変えてくれって言って、こう私の毛じゃないですよって言って、いやそれは分かんないそれは分かんない、はいはい、うん、でまあ結局その人は部屋を変えてもらったってことがその日に起きたのと、うん、で、別の人、別のその一緒にいた人が角部屋だったんだけど、隣の人も同じチームの人だったんだけど、こうすごくその隣の人が騒いでる声がしてて眠れにくいと、うん、で次の日になんであんな えらい喉ったやねって言ったら、時間聞いたらその隣の人が、え、その時間俺いなかったけどって言うわけです。俺外で飲んでたけどって、誰もいないのに騒ぎ声が聞こえていたっていうことがあり、
次の年からホテル変わりました。そうなんだ。そう、梅田にあったホテルだったんだけど、そこ大阪の、うん、あとじっくり聞こうかそういうことでした。聞いたのか。はい、そんなことでございました。はい、あるんだね、そのね、ホテルはね、まずはね、はい、はい、次は僕、はい、ちとおくん、うん、あのね、あの僕が子供の頃に住んでたところで4畳半の部屋をもらってたのよ、うん、であの押し入れの襖を外して押し入れ自体を本棚とかレコードとか入れるようにして、うん、でそこに机をくっつくようにして押したのね、うん、であの自分が机に座る真横はレコードとか、うん、でちょっと後ろ側にあの服を飾るやないわかけてあって、で真後ろにその部屋の入り口があったわけね。でそれもあのこういうガチャッと開けるドアやなくて障子みたいなあれで開けるやつやったから横に開きっぱなしにできるわけ。でその横でこう勉強しとったらなんかコソコソっと音がしてふっと見たらその服の間からキラッと光るものが見えたからふっと見てああ猫やな、猫こうどったから、うん、小鉄いう猫がおったんやうちに。で猫こうどったから猫がおんねやなと思うとったらチリンチリンって言って鳴るからえって見たら自分のその入り口のところに小鉄がふーっと行きよったわけ、うん、えっ今の光ったら何やと思ったらもっぺん光ってたわけ、うん、おーって思ってガッと開けたら折れへんねん何や今の光ってたやつはって思うとってで後日またこうやって勉強しとってなんか視線を感じるからふっと見たらまた光ってんねんわーっと開けたら折れへんなんじゃろこれ、うん、で言っててあのその夜ぐらいに寝とったら夢の中でこてつがいなくなる夢を見て焦ってこてつこてつこてつってあの夢か現実か分かんなくなって目覚ましてこてつ言うたら向こうの部屋がダダダダダーとこてつが走ってきてニャニャーって俺に言ったんやんか、うん、ここであいやおったんやったらええねんって言ったらこのクソガキみたいな顔明らかに猫はチッてしていなくなってであなんかえらい怒らしたんやなと思ってでそれであの何もう目が覚めてたから起きてで机のところにカバン持ってさ学校行こうか持って振り返ったらまた光ってたの、うん、おかしいなとそーっとそこを開けてみたねこの光ってのが見えてる状態でふっと開けたら消えたんよ結局何かが分からへんねんけどおそらくその前にこう撮った猫やないかなと思うけどその猫のあれが見覗きに来とったんかなってへで小鉄自体はもう俺が「小鉄!」って言うのも来てくれなくなって向こうに来るんやけどうん、やつはやつできっと猫の存在を感じてるんやと思うんだけどね、うん、なんかそうやっていうのが一個あったあんま怖くない話の方にするんだけどね、うん、お気遣いありほんまに怖い話はまだ来ないこの人結構ありますよねありますよ、ね、死んでちょっと一番強いかなそういうまではね、うん、前までね、うん、最近はもうおとなしいんだと思うけどねどうもごちそうさまでした、はい安倍ちゃんかい？はい、次は僕ですが、本当にちっちゃい頃からその心霊番組とかこの夏とかいっぱいやるじゃないですか、うん、そういうのはすごい好きな子だったし、うん、なんか小学校の自由研究で心霊スポットを書くような、ちょっと若干痛い感じだったんだけど、それのなんかもしかしたら一番最初なのかなって思うんだけど、その好きすぎてそのおじいちゃんが亡くなった時にお葬式で、まあ、そのままね火葬場に行くじゃないですか霊柩車に乗って、うん、でおじいちゃんが霊柩車に乗ってて僕は後ろに乗っててってついていくっていう状況でなんかずっとね赤信号で止まるんですよ、うん、でそれってよくその心霊番組とか見てたから、うん、なんかちょっと死ぬのが嫌だとかっていう風になってるっていう風にでずっと毎回止まるまあそういうタイミングだったんだろうけど、うん、でもその時にずっと見てたから僕心の中でなんかこそおじいちゃんそのまああなたはもう亡くなったんだからもしよかったらこう枕元に出てきてくれたらまた話すねって言った瞬間に全部青になったんですよ、それはそういう情報を聞いていたのでその番組でそういう本当に本当だってなってもしかしたらそっから僕そういうのを敏感になるようになったかなっていうきっかけだったなと思ってそっから今もねなんかちょっと見えちゃったりとか聞こえたりとかするのであれがきっかけだったな小学校の時もう30年以上前の話だけどそういうことがあったな不思議だなと思ってありましたなるほど、それはでもいい話だね、いい話羨ましい話というか、はい、
じゃあラスト。はい、ね、私。めっちゃ怖いんちゃう。大丈夫。怖くないやばいぞ、やばいぞ。現代進行形で今でもちょっと不思議というかなんでっていう話が一つあって、うん、私の家で雲が出るんですけど、うん、雲が出るのは必ず私がいる時だけ。へ、うん、家の中に雲がいることを実は家族は知らなかったりとかして、私の部屋にはよく出たり、うん、私がいる場所にはしょっちゅう出るんだけど、私のいる時にだけだったら一緒に見たりとかするけど、単体で雲がいるのは私の周りだけっていうのがちょっと不思議、未だにそれは続いてる、子供の頃から。だからまあ、あなたは雲は殺さないようにねって言われてるんだけど、でそういうのがまず一つで、あともう一つはそれ小学校4年生の時で、アメちゃんと同じおじいちゃんが死んだ話なんだけど、その時お家でねお葬式をあげることになったので、まあいろいろ準備するじゃないですか。で私その時にちょっと気管支弱って、お線香とかお焼香の煙がこう詰まってしまって、大発作を起こした状況だったので、これはもう絶対におじいちゃんに連れて行かれるんだと思って、もう本当にやばかったんですよ。もう覚悟してたんだけど、もうね、どれぐらい苦しいかというと、ここに胸の上に指がちょってちょんって本当に指の先が触れただけで漬物石乗せられたみたいに苦しい、あれがもうやめて溶けてっていうぐらい。でその時におばあちゃんが、ここからが不思議な話なんですけど、お経を唱えながらこう私の胸をね数珠でさすってくれたので、そんなことされたらすごい苦しいに決まってるのに、その瞬間だけスッて本当に息が楽になったっていうのがあって、なんかだからそれで神様信じるんだったら、そういう話じゃないんだけど、なんかこう手当てって言うじゃないですか、ね、手当てって本当にそういう意味で。だからあなんか 人の力とか思いの力っていうか、そういうのって本当になんかあるんだなっていうのを初めてその時に感じて、っていうのが私の不思議な体験でございます。おばあちゃんの愛だね。うん、でもあれ考えたら、手嶋さんがやった小宮山も背中に雲しょとったな。本当やね、玉津さんもここに雲書いてあったけど、ほんまや、はいかなんじゃない、あなたの私の脳だね。衣装作った人も雲見とったんちゃう、ハリーポッターみんなこうボス、あそうだね、アラコン、そこから先の話長なるよ、はい、盛り上がってる、はい、はいはいはい、ということでございます。みんなありがとう、はい、グッドチョイス怖いのさ、聞くとさ、もう本当に頭洗いんくなるから目が閉じれんくなる、本気で怖い話をやめてみましたね。まあじゃあマニアな人だけをそれでやっていただいて、夜合宿で怖いわ。でも私はちょっとあるけどな、ろうそく消しながら。でも本気で強い人はいないよね、霊感。実は話してないだけ。あんたじゃないの。いやたまにはね、うん、ああそうね、西山がそばにいると、そうそうそう、いるときとか、引っ張られたりとかじゃん、経験するとか。でついこの間、あさみがツイッターで上げてたけど、写真が笑うって、あれは本当、うちももう、必ず朝、おはようお父さんって言って、にかーって笑ったりとかして、あさみがいい日、いいことがあった日も、お父さんよろしくって言ったら、大丈夫だって言ってくれたから、ありがとう。すごく安心してた。あるね、そういうのあるんだね、人間の不思議というか、この世の不思議。うん、皆さんは本気で怖いやつも受け付けますので、よかったら体験話聞かせてください、はい、ということで今日はね、長くなりましたよ、これぐらいでバイビーしましょう。いいではありがとうございました、バイビー。